京都市立堀川高等学校は、京都府京都市中京区東堀川通り西木工事、上る志望堀川町に所在する、市立高等学校。京都市、お得に通学圏に属する、京都市立工場及び、京都市立第一工場、堀川工場以来の歴史を組む、伝統校である。長く音楽家が置かれたことで知られたが、探求家を設置、これにより、学区制度。 る類,類型制度から外れ、京都府内全域からの募集が可能となった。なお、近隣地域の進学の便宜のため、現在も探求家定員160名とは別に、地域在住者を募集対象とした、普通科80名の定員が設けられており、独立したカリキュラムにより運営されている。市場ガラス丸にほど近い京都市の都心に立地し、交通支弁である反面、 敷地が強小であり、1学年の定員は200人強と、やや小規模である。1999年の校舎建て替えと同時に、探求科が設立されると、探求科1期生が卒業した2002年、国公立大学への現役合格者数を前年の6人から106人に増やし、堀川の奇跡として注目された。以降、日本各地の高校に、探求科をモデルとした、 類似の学科が置かれるようになった。2000年代半ばから2020年代にかけては、探求家庭員160名に対し、毎年50名から70名弱が、京都大学及び、東京大学に進学している。堀川通の裏手、油の工事通りに面する、本能館は、本能寺跡に立ち、廃校となった、本能小学校にちなんで名付けられた。 京都市立近高等学校としてアニメーション映画、ハローワールドの主人公である県、文野あたえミノル及び一ールリの通う学校のモデルとなっている。ゼミナール形式の授業、いわゆる探求型授業を全国に先駆け導入したことで知られる。また、国内外の著名な研究者を積極的に招聘しており、2003年にはアラン系が来校した。ありがとうございます。